でね、まあ、ここまで第1部です。で、第2部。ね、ユンジはそうは言ってもね、まあ、高校生になるわけですよ。で、毎日病院通いをしてるんですけどね。で、で、病院に行ってるうちにね、その、古本屋さんは、まあ、あの、お店の、まあ、2階建ての1階にあったんですけど、そこの2階にね、パン屋さんがあったんですね。で、そこのパン屋さんの、シム教授、じゃあ、シム博士っていうね、シム博士っていう、まあ、元心臓外科医の先生が、そこの2階でパン屋をやってたんですね。で、その、まあ、シム博士からね、その古本屋にもやってきて、で、ちょっと、君も大変だったねと。ね、お母さんも亡くして、まあ、おばあちゃんも亡くなって、お母さんは植物状態。で、おばあちゃんも亡くなって、もう君一人だなと。で、ユンジはね、もうそんな中でも、本屋さんをね、まあ自分が行ける時間帯は開けてね、じゃ商売してたんですね。はい、ちょっと行きますね。で、島博士が、まあ、そこやってきて、あ、なんかうるさい。で、申し出をするんですね。で、まあ、君はね、まあ、一応、保険金みたいなのが入ってきてたんで、生命保険がね。で、なんですけど、で、君はその保険金はね、一切手をつけずに、まあ、自分が大学行ったり、社会出るときのためにね、残しておきなさいと。で、で、ここの本屋さんは、自分の、その、シム博士の、まあ、持ち物の大家さんなんで、で、ここはもう続けてくれていいと。本屋さんをね、続けてくれていいと。で、そこに君を私が雇おうと。で、アルバイト代を払うんで、それを生活費にして君は生活しなさいっていう風なね、申し出をするんですね。で、まあ、すごくね、まあ、ありがたい、申し出だったんで、で、ユンジはまあ、それを、まあ、受け入れて、ね。で、まあ、シム博士とのね、そういうね、関係ができていくわけですね。で、シム博士は、やっぱね、元医者だけあって、まあ、人の話を聞くのがね、すごく上手なんですね。で、まあ、ユンジェのね、その感情がない話、とかでも、そうかそうかって言ってね。で、それで君はどう思ったんだよ。それどうなったんだよ。もう根気強くね、何でも話を聞いてくれるんですね。で、それでだんだんとね、ユンジェも、その、シム博士に対して、まあ、心をね、開いていくという、まあ、心ないんですけどね、まあ、信頼をするようになってくるんですね。で、まあ、そんな中ね、このね、なんかちょっと変なおっちゃんがね、まあ、お店にやってくるんですね。まあ、身なりはいいけども、なんか顔に精気がないようなね、まあ、人がやってきてね。で、まあ、いきなりね、ちょっとまだ違うね、申し出をしてくるんですね。で、その人が、ユン教授っていうね、これ大学教授なんですけど、で、それがね、ユンジに対して、もう失礼なこと言うけども、うちの妻の、まあ、病気の妻がいるんだと、自分にはね。で、で、ちっちゃい頃に、生き別れになった息子がいるんだけども、その息子の代わりに、母親と会ってあげてくれないかっていうふうな申し出をするんですね。で、で、その、まあ、息子っていうのはね、だから、そのお母さんが、その病気でね、今寝込んでるお子さん。
人ですね。でお母さんが、あの、元、まあ、カメラマンらしいんですけど、で、その息子さんと二人で、ピクニックに行ってた時に、なんか急にというかね、その息子とはぐれてしまったらしいんですね。で、まあその当時はね、あの防犯カメラとかも全然、あの死角もいっぱいあって、で、全然どこ行ったかも、見当がつかない、わからない。というね、状態で、行き別れになってたんですけど、その子が、まあ見つかったっていう連絡があったらしいんですよ。で、で、そのお母さんは、やっぱね、自分が公園に連れてって、で、それで、見失って、で、行方不明になってしまったんで、もう自分の責任を感じてね、で、もうちょっと、まあ、頭もおかしくなってしまって、で、ずっとね、もうその13年も前の話なんですけど、で、ずっと、自分を責め続けてて、で、もう、精神もね、もうギリギリのところだったところで、に、そういう話があったんで、もう最後せめて一目ね、その、子供と会いたいというふうに思ってたらしいんですね。で、その、まあ、シム教授っていうね、お父さんの方がね、なんか、あの、児童保護施設みたいなのに、保護されてるらしいからっていうことで、で、行ってみたんですね。会いに行ったんです。そしたら、もうとても会わせれるような状況じゃなかった、状態じゃなかった。っていうことで、で、でも、もう最後なんで、奥さんというかね、には、その息子の姿を見せてあげたいと思って、で、たまたま、その、ちっちゃい頃生き別れた時の写真の顔と似てたのが、そのユンジェだったらしいですね。で、そのユンジェと、に身代わりになってもらって、最後にちょっと思い出だけ作ってあげてほしい。いうふうにね、言われたんですね。で、ユンジェからしたら、まあ、特にまあ、受けるも受けないもね、まあ、何とも思ってなかったんですよ。ただ、お母さんを、まあ、お母さんがね、まあ、植物状態で病気入ってるっていうことも、その人は知ってたんですよ。で、お母さんを、もう介護人付きの一人部屋の、まあ、いい部屋にね、もう入れてあげることもできるよと。まあ、そういうお礼をさせてくれと。これでどうだって言われてね。で、まあ、ユンジェは、まあ、そんな深くも考えんとね、もういいよっていうふうに言ったわけですね。で、まあ、お母さんとね、その、まあ、偽の息子としてね、息子の代わりとして会うわけですね。そしたら、まあ、そのお母さんもね、よく来てくれたね、みたいな感じでね。で、まあ、ぎゅっとね、抱きしめてね。で、まあ、最後ね、その数日後に、まあ、亡くなってしまうんですけどね。で、で、その息子というのがね、この子との出会いが、そのユンジェの運命を変えるわけなんですけども、ゴニって呼ばれるね、子なんですね。で、ユン教授の息子だった時というかですね、は、まあ、本名はね、本名はイスっていう子なんですね。で、イスはですね、すっごい乱暴な子なんですね。で、まあ、初めて出会ったのが、実は、まあ、ユン教授が、ユン教授が、まあ、その子を引き取るっていうことになってたんで、で、まあ、同じ地域だったんでね、中学校、学校、同じところに転校してきたんですよ。で、あ、違うか。引っ越して転校、あ、どっか、いいところに最初、入学させたけども、まあ、そこの学校で問題を起こして、で、公立の、その、ユンジェの学校に、まあ、転校してきたんですね。で、めちゃめちゃ態度悪くって、で、まあ、初日いきなりね、ユンジェね、まあ、どつかれたみたいですね。で、
まあ、そういう、まあ、ひどい子だったんですけど、まあ、言うんじゃない、まあ、どう疲れても何とも思わないんですけどね。まあ、別に我慢できない痛みでもないし、ぐらいのね、すっごい冷静なんですね。で、まあ、そんな、こんながあって。で、2回目に出会ったのが、その、ユン教授の、奥さんの葬式。で、そこに、まあ、椅子、まあ、ゴニーですね。ゴニーは、まあ、息子としてね、列席をしてたんですね。で、そこで、まあ、二度目の出会いをするわけなんですね。で、まあ、そこでね、ゴニーはね、まあ、お父さんから聞いたのか何なのかわかんないですけど、まあ、ユンジェンがね、そのお母さん、自分の身代わりになってお母さんと会ったっていうこともね、まあ、何か知ってはいたらしいですね。でね、まあ、とにかく、そのゴニーはね、まあ、イスのことがね、まあ、筋肉安定がね、もう、すでにもう転校してすぐぐらいに、もう、取り巻きみたいなやつがおって、で、そいつら従えて、で、まあ、いじめたりとかもしてたんですね。で、ユン教授がね、まあ、ちょっと一緒に話をしようみたいな感じで、ユンジェと、ゴニと、ユン教授3人でね、まあ、ピザ屋で話をしてね。で、まあ、いろいろと話をする。まあ、ちょっともう、僕も大丈夫だから、ユン教授、ちょっと席外してくれますかみたいな感じでね。で、ユンジェが、ゴニとね、1対1で、ピザ屋で話をしてね。で、そしたらもうゴニがね、もういろいろと、ゴニがそこでもまあ、事件を起こしてね。で、暴れて。で、まあ、ピザ屋のね、中でね、物投げたりとか、まあ、むちゃくちゃやって追い出されたりとか、まあ、そういうこともあったんですね。でも、ゴニは、なんか知らんけど、ユンジェのことをね、まあ、気に入ってもいたんですよ。で、まあ、ある時ね、まあ、ゴニが、たまに、その古本屋に来るようになってたんですね。で、ユンジェが一人で、本屋の、店番をしてるっていうのを知ってたんでね。で、来るようになって、で、ある時に、虫かごにね、蝶々を入れて、まあやってきたんですね。で、まあお前はまあ感情がないらしいなと。で、じゃあ、これを見てどう思うんやっていうことで、ね、まあ蝶をね、こうかごから出して、で、こう羽をこう、むしり出すんですね。で、ぐぐっと引っ張ったね、もうゴリの方がめったそうな顔してね、もう辛そうな顔してるんですけど、で、僕は何ともないよみたいな感じでね。で、それでもユンジはね、まあ、全然何も聞かないんですね。で、ゴリは、まあそれでも何とかこう感情っていうものを、まあ教えたいと思ってたのか、まあ、単純になんか、そこに苛立ってたみたいでね。で、最後もう羽、両方の羽をむしって、で、ピンでぐさっと刺してね。まあ、壁にくっつけて、殺して、で、足でね、粉々に踏みつけてね、もう泣きながら踏みつけたりしてたわけですね。で、それを見ても、まあ、順次はね、あまり、感情が湧いてこなかった。まあ、共感教育っていうね。共感できるかどうかっていう教育っていうふうに、まあ、ゴニーは言ってたんですけどね。で、まあ、それも、まあ、効果がなかったんですね。で、まあ、シム博士ってね、まあ、昔、その心臓外科医だったっていう話をしましたけど、で、まあ、奥さんもいたんですけど、で、奥さんと、まあ、二人でね、で、仕事が忙しいからっていうことで、まあ、子供も作らずにね。で、まあ、家にもね、もう、仕事と家のね、往復みたいな感じになって、で、まあ、あんまりね、家族のことを見返ることができてなかったんですね。で、ある時に、まあ、ちょっとね、休みが取れたんで、で、まあ、奥さんとね、絶海の孤島、普通の世界からちょっと離れたね、離れ小島みたいなところに、
リゾート地ね、のホテルね、泊まることになったんですね。そしたら、なんかのね、そこでね、奥さんが、心不全かなんかで、で、そこで奥さん亡くなっちゃうんですね。で、自分心臓外科医なのに、自分の奥さんが、そうやってね、心臓の病で死んでしまった。っていうことに、すごいショックを受けて。で、その、医者も辞めてね。で、まあ、奥さんがね、生前、毎朝パンを焼いてくれてたのを思い出して、で、パン作りの勉強をして、で、自分のパン屋さんを今やってるっていうね、ことを聞いたりするんですね。で、まあ、ユンジェのね、お母さんが、まあ、そう、1階でね、パン屋さん、1階で本屋をやってた、古本屋やってたんで、で、たまにね、その2階行ってね、パン買ったりとかね。で、シム博士のね、に、まあ、話し相手になってもらったり、まあ、相談とかも、いろいろとしてたみたいなんですね。で、その時に、まあ、実は、私なんかあったら、ユンジェのことで力になってあげてくださいってね、まあ言われてたらしいですね。で、まあそんなことがあって、で、まあシム博士、結構ね、こうやって見てると、登場人物みんなね、それぞれいろんな事情があって、で、そこにいろんなね、まあ感情とかね、気持ちがね、渦巻いてるっていうことがね、まあ、ここで、まあ、丁寧にね、結構描写をされてるんですね。で、まあ、ゴニの家にね、行ったりするわけですよ。ゴニもね、なんか、まあ、ユンジのことはすごい、気に入っててね。で、遊びに行ったりとかしてて。で、まあ、そこでね、まあ、ゴニが二人になった時にね、まあ、お母さん、との話をしたりするわけですね。お母さんどんなんだったって。お母さんの最後、お前、いてくれたんだろうみたいな感じでね。お母さんどんなんだった お母さんあったかかったとかってね。こう聞いたりするわけですね。で、あったかかったよとかって言ってね。で、まあ、ゴニはそこでまたね、まあ、ぐっとね、なるわけです。まあ、本来であれば自分が受け取るはずのぬくもりを、まあ、そうやってね、他の人が受け止めないといけないというのに対してもちょっと思ったことがあったということですね。はい、で、第3部ですね。